はいどうもこんにちは、 TC 楽器の店長松井です。こんにちは、 TC 楽器のリペア担当幼内です。あれ今日あれ対馬くんじゃないの？そうなんですよね。あれいつも対馬くんことツッシーと一緒にやってんだけど、はい、今日は違うのね。今日はですね、自分が、初めての YouTube の動画ということで、お初、まあ、自分がまだ入社して1年目なもので、はいはいはい、TC 楽器についてまだあんまり詳しくないことが多いので、まあね、1年目だもんね。まあ、今日はもう大ベテランの松井店長に。いやいやいや、そんな大ベテランだなんてあのね、でも実はあれですよ、伝説の店員小川内さんっていうのがいらっしゃるんですけど、彼は僕の大先輩です。大ベテランの大ベテラン。大ベテラン、あの僕が入社した時にエレキフロアだったんですけども、はい、そこの責任者としてやってらっしゃって、僕は大変お世話になります。そんな自分にとっての大ベテランの松井さんにですね、はいはい、今日は TC 楽器の歴史なんかを教えていただきたいなと思いました。歴史ですか。なるほど。僕も入社して今18年目かなになりますね。まあ、前職がピアノの販売とか調律とか、はい、やってて、それで今この TC 楽器さんにお世話になってるんですけど、もう昔知ってらっしゃる方、うちの会社古いので1989年からずっと会社はあるので、知ってらっしゃる方はおそらく屋号は違う方で覚えてらっしゃったと思うんです。ザ中古楽器屋。あ、昔のお店の名前です、はい、そうですね。そのお店ができたのが1989年ということで、まだその時は自分も生まれてないですね。お歴史の中ではもう非常に昔から祐天寺にあった頃もありますし、新大久保でもちょっと場所の違う場所にあったりとか、もともとこの場所自体に移ってきた時も僕はそこは知らないんですけど、一回ゲームセンターだったらしくって。ゲームセンター、はい、結構形は全然違ってたみたいな感じ。まあ今のきちっとした楽器屋さんのビルっていう感じじゃなかったみたいですね。まあ初先輩方から聞くと結構歴史は古いな。古いですね、うん。まあ、昔はザ中古楽器屋というお店の名前だったそうなんですけども、はい、今 TC 楽器という名前じゃないですか、はい、なんで TC 楽器って名前なんですか。おいいとこに気づきましたね。 TT ね、 TC、はい、C、C、ザ、ザの T、 ザ、あ、ザの、ザの T で中古楽器屋の、はい、中を、中の C を C でTC 意味は変わってないんですよ、はい、結果一緒。一緒。理由がありまして、はい、今この YouTube やってる広報の対馬くんとか、まあ僕もそうなんですけど、結構テレビとかメディアに使っていただくことが結構多くなってきたんですよ、うちの会社が。ってなった時にテロップ出してもらったりとか、説明をする時に店舗名さんは何ですか、ザ中古楽器屋ですっていうのは非常に面倒くさいというか、こういう言い方したらね、自分たちのその会社なんであれなんですけど、いやまんまやみたいなそのまんまだよねみたいな感じなんで、まあちょっと言いやすいのと、ちょっとカジュアルにすることで字面もいいし、そう、言いやすいし、昔のお客さんはまだ中古屋さんって言うし、まあ最近の方々は TC さんとかね言ってくれる方もいらっしゃるんで、まあすごくありがたいなと思います。そうですね、昔のもの覚えてくれてるっていうのも分かる。いや嬉しいですよ、やっぱりやっぱ古いお客さん多いんでね、うちは。今このお店は新品の楽器も売ってるじゃないですか、うん、そうなんですよ。当時のザ中古楽器屋だと新品なんて置いてないんじゃないかっていう。ああ、まあ確かにね、うん、それもありますね。うちは結構自分たちで考案したようなギターとかを作ったりとか、なるほど、あとは改造、当店ではリファインってやって、はい、銘打ってやってますけど、そういうのを扱ったりとかするので、まあやはり中古だけにとらわれた形っていうのじゃなくなってきたっていうのもありますね、はい、なんで TC 楽器っていう風な形になってきたのも含めてあります。まあやっぱりね、古いスタッフ YouTube で出てらっしゃる富田さんとか小川内さんもそうですし、まあ、僕のやっぱり先輩でもともと働いた方々で古い話をしちゃうと、楽器屋さんって怖かったですよね、昔。あ、昔の楽器屋思いません？今でもちょっと怖いなと思う楽器屋さんありますね。まあこんなことを言っていいのかどうなんですかあれですけど、はい、僕最初にここに面接来た時にわやべって思いましたもん怖っと思って、あ、普通にこうね、しっかりとした格好で来てどうもって言ったら、ウィーンって開いた瞬間に睨まれるわけですよ。睨まれる。本当になんか昔の楽器屋さんって、まあ、僕がギター買った時もそうでしたけど、楽器屋店員がミュージシャンっぽい人たちが多かった。僕田舎が富山なんですけど、富山の楽器屋でまずそのギターを買った時は買いに行って、ちょっととんがってんのがいいなとか、はい、思いながら楽器屋さん行くんですよ。なんかこういう感じの欲しいんですけどって店員さんに言ったら、ダメだ、ダメだ、これを買えっつこれがいいんだなるほどって言って勧められたギターを当時は買ったんですよね。
まあ、それがたまたまフェンジャパのストラトだったんで良かったんですけど、はい、結果良かったんですけど、しかも売った人がその店の店員じゃないっていうね、よくわかんないよくわかんない、だからよく来てる常連の人、だからやっぱり昔のイメージそうじゃないですか、結構常連さんがたくさんいて、ね、なんかわやわや遊んでて、で楽器屋の店員って接客しないみたいな、もうずっとギター弾いてるみたいな、ずっとこう下向きながらギター弾いて、勝手にすればみたいな、結構ねやっぱりそういうイメージが強かった楽器は多かったです昔は。でも今よく、まあ、良くなったって言えばいいのか、本当に普通になってきたって言えばいいのか、みんな来たらいらっしゃいませ、ウェルカムにしてもらえますし、話もしてくれるしね、まあ当たり前の話なんだけどね、幼い子はどうなの、初めてもう家に入ってきた時の印象とかって、最初入ってきた時の印象は、まあ、一瞬怖かったですね、それもそれでもまだ怖かったですまだ怖かったで、まあ、松井さんなんかの面接を受けて、はいはい、一瞬怖いけど、でも普通の楽器屋さんよりはなんか面白いなと思いました。なるほどね、まあ、自分はそれで今1年間働いてますけど、はいはい、まあ、自分が入る前のお話として印象深い話なのか、そうですね、まあさすがにこれだけ長い間いるんでいろいろありますけど、言っていいことと悪いことみたいなのもね言えないこともあります、言えないこととかも多々あります。ただやっぱり昔の方がよくみんなで飲み行ってましたね、まあ、今こんな時勢でね外で飲むっていうのはできないかもしれないですけど、僕この会社30で入ってるんですよ、はい、転職で入ってるので、ただ30でもまあそこそこいい年だとは思うんですけど、その時の先輩が小川内さん、毎日飲み行ってましたね。毎日ですか。はい、毎日飲み行って朝まで飲んでそのまま仕事で、はい、よくできたなと思いますけどね今考えれば、今がもう絶対無理ですけどね、その時代っていうのもあるかもしれないですけどね、まあ、あと元気でしたね。今では楽器屋さん自分が入ってからはあまり飲みに行くイメージがなくなってます。うん、でもやっぱりさっきもちょっと話した通り、楽器屋さんの店員ってやっぱりミュージシャンっていう感じの人が多かったので、僕の先輩も皆さんそうで、いややっぱりファンキーな方多かったですね。飲むとまたそれが出ちゃうのでそうなんですよ。なるほど、はいお酒のお話でした、はい、お酒の話なんで店の中の話とかで言うと、まあさっきも言った通り、うち結構面白いことするの好きだったので、昔はその中古楽器や新聞とか作ったりとかしてましたね。新聞、はい、ネタ、まあまあたわいもないネタと、あとは嘘も本当も織り交ぜながらいろいろ作ってたんですけど、やっぱり当時いらっしゃった方でそういうもともと雑誌の編集とかをなりわいにされてた方もいたので、まあ結構本格的に面白いのができたりとか、まあ最近はねこういう YouTube とかがあるので発信がメディアがちょっと変わってますけど、以前はそういう新聞みたいなチラシみたいなの作って配ったりとか、あとあれやりましたね、エリック・クラプトンが武道館に来た時にうちに置いてあるクラプトンモデルをチラシにして、ちょっとそういう新聞ネタっぽくして作って武道館前で配る。なるほど、豪華にもう皆さん何配られてるかも分かんないけど、とりあえずその待ってる間にちょっと時間潰したいっていうのもあって、まあみんな持ってってくれて、まあだからね、クラプトンモデルもその当時はちょっと結構売れてよかったなみたいな。新聞なんですけども、うん、はいはいはい、今見つけましてこちらあるもんだね。こちらですね。そうなんですよ、クラプトン来日記念特別版勝手にやっちゃってますけどねこれを武道館で武道館の前で外にこう入っていくときにこうみんな歩いていくじゃないですか、はい、のところをずっと黄色い玉ねぎのところまで、そうですねそこの途中でこれを、なるほど、うんね、大丈夫なんすかって言ったんですよ正直、はい、まずいでしょそうで、大丈夫、いや大丈夫大丈夫、やたもがちだからみたいなで当時の店員たちが社員たちが、はい、僕も含めて恥ずかしい思いしてすいませんつって、すいません 中古屋です見てくださいつって。なるほど、今自分も見てみたんですけど、うん、普通に内容面白いので、ああよかった。ねまあ、これもさっきも言った通り本当にそういう編集に携わったうちの社員の人がやってくれたりとかしてたので、はい、仕上がりはすごいいいんですよ、実は本当に クオリティが高い他のもあるんですけども面白いんですよ、こうあと海外旅行とかね、こういったものございます。うち実はですね、海外旅行に売り上げがいいと連れてってもらえるっていうシステムが、はい、まだ行ったことないでしょ。まだ行ったことないですよ。もう僕はですね 4,5 回行ってます。グアムとサイパンと、でそこでですね伝説がありまして、伝説、前代未聞の出来事、この YouTube チャンネル主でやってる対馬ことツッシーっていうのがいるんですけど、あ、はい、彼がですね、まあみんな集まるじゃないですか空港に、空港行く前にここで待ち合わせようって言って待ってたんですけど、その当日、はい、待てど暮らせど来ない。あ、
多分彼は朝弱いから自分で分かってるから、おそらくもう先行っちゃってるんだろうと。ああなるほど、先にそう、まあ例えば前乗りして、はい、前乗り、そう、あの漫画喫茶にいたりとかするのかな。なるほど、まあ、ドキドキしながら行ったんですよ、はい、いないんでああなるほど、はい、あのぶっちぎりやがってやってしまう。考えられます？海外旅行みんなで行こうねって言って、もうあのチケットも取ってる当日にいないんですうわそれはもうなかなかないです。なかなかないですね、それは、まあそういう事件もあったりとかする楽しい海外旅行をぜひ幼い国も行ってほしいな。今後自分も海外旅行に、はい、まあ、行けるように。そうだね、もう頑張ろう。そうで頑張りましょう。こういうね YouTube チャンネル見ていただいてる方にもぜひ中古屋に足運んでもらえれば。ぜひお越しくださいまあ、今回お話を聞かせてもらって、はい、少しまた TC 楽器について詳しくなりました。まあ、あの僕18年分ありますんで、まだまだ話足りないことはたくさんありますから聞いてもらえればと。またじゃあ今後も松井さんからお話をやらせていただきたいと思います。わかりました、はい、よろしくお願いします。今日はもうありがとうございました。ありがとうございます。じゃあご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。